はいどうも、トグベです。それ今回ですね、皆さん海外のパッドの選手でよく見る地域の方がアメリカとかヨーロッパとかそういう地域でよく見るイメージが多いと思うんですけど、なんとブラジルの地域にも超うまい有名なパッドの選手がいまして、今回ですねこのブラジル最強のパッド勢の感度でプレイしていきたいと思います。それでは本編やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでやっていきましょうか。今回紹介するブラジルのパッド勢誰かと言いますと、フロスティという方ですね。もしかしたらこの選手のプレーとかまだ見たことがない方もいるかもしれないんで、早速ちょっとまずはキルスの方を見ていきたいと思います。さあ見ていきましょう。こちらですね。なんかもう編集早いな。そう、この選手は等速のパッドの選手で、なんかブラジルの中では賞金総額がなんか3位らしいですね。そのキーマウルとかも合わせて、賞金総額ブラジルの中で3位っていう形になってるらしいですね。いやー、うますぎでしょ。そう、なんかパッドとは思えない動きですね。さあ、早速ちょっと今、フォートナイトの方開いたんですけど、早速ね、ちょっと感度の方をね、ちょっと合わせていきたいと思います。はい、ということでフロスティの感度を調整し終わったんで、ちょっとね早速紹介したいと思います。まず建築の感度と編集の感度がどっちも 2.1 で、で水平と垂直の視点が44-44で、 ADS が 8%8% で、等速的な視点移動 で左スティックと右スティックが 8%7% ですね。いやー、なんか意外と感度が低めな感じですね。はい、ということで、早速ちょっとこの感度の状態で、公開マッチやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。さあやっていきましょうか。あれ、めっちゃ速い敵いますけど、やばいよ。そう、レバショがね帰ってきたんですよね。まあ、ハボックをさらっと持ちますけど、危ない。早速走ってる敵さん、これマンモスラスルドライフ撃ったろうかな。お、94、やばい。危ない。でもめっちゃでも当たるね、これ。マンモスも当たるからいいね。いやー、敵ねー、ここら辺。ということにしましょう。おー、すごい。はいはいはい。フルボックス、フルボックス。危ない。おー、向こうで銃声が。あれ？はい。お。はい。あ、そう、現実拡張機能がアップデートで、なんかマンモスと同時に来たんですよね、なんか。いろいろ。お、います。マンモス使うでしょ、これは。今の壁壊れるの一発で。やば。はい、はい。いいんじゃない？はい。はい。お、なんかいてる。はい。おー、ヘッショ、ちゃんとね。いやー、当てやすいぞ、これ。これはマンモスでしょ。お、110。おー、いいね。いやー、これ、時代マンモスじゃないか、これ。それぐらいやばいよ、この武器。結構、めっちゃ強いけど。一回アンチ行った方がいいかする、これ。さあやっていきましょうか。テイク2です。もうテイク2にさせたいらしい、本当に。いやー、いつかねテイク1で終わらせたいんだけど。やばい。危ない。いや、めっちゃ逃げる。これはいけそう。 MK で、はい、割っていって、はい、壁入れて、やばいよ。おい。いやー、ショットガン今当てやすい、やっぱり。 MK とかもマジで当たるし、やっぱミドル感度が最強なんかな、多分。これはここか。はい、シールド割って、
180、190、やばい、めっちゃ高ダメージ出るやん。さあイノシシでちょっと猛進します。敵がいます。外した。はい、フルボックス、オッケー。いいね、早いしイノシシは。おい、おい、マイガー、これは MK の出番じゃない。ADS が、はい、割っていきますと。後ろ空いてるよー、ポン。いやー、ショットガンは本当に当てやすいし、高ダメージ出やすい。なんかヘッシュが狙いやすいみたいな、そういう感じですね。結構、危なーい。超治安工状態できた。おっとが、おい、あれやばいな。あれ、危な、金ポンやんこの人、やば。いやー、みんなダメージでけっす、本当に。ダメージでかすぎて本当にヒヤヒヤする。そう、対空もマンモスが強い説あるよ。マンモス、あー、マンモスが、うわー、嫌な武器持ってますね。はい、上取って、やばい、危ない。マンモス、はい、オーマイガー、え、これもマンモス。おっ、おお、179ヘッショ。お、マンモスの出番。94、マジか、いいね。97カットして、はい、97カット。マンモス強い、が惜しい、やば、出てきた、入ってきた。あれ撃ってきたい。オッケー。え？ワンブイワンだ。あ、痛くない。痛くはないけど。すごいすごいすごい、早くしよう。一回勝つ、やっぱやっぱよ、やっぱよ、やっぱよ、危ないよ。おい、お兄さん、お兄さん。オッケー、ビグロイということで、このフロスティの感度、ショットガンもサブマも MK アサルトもめちゃめちゃ当たるんで、まあ、ミドルセンスでなんか感度迷ってる方はぜひこの感度一度試してみてはいかがでしょうか。めちゃめちゃね、いいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。